ハイカラ万歳、シンガーソングライターの森岡真希です。皆様こんにちは。大人のためのインターネットテレビ、ハイカラ万歳の時間がやってまいりました。本日もハイカラスタジオからお届けしてまいります。ナビゲーターのハイカラ編集長、青野秀俊でございます。もう9月の17日ということで、一応暦の上では秋なんですけれども、まだまだ残暑が厳しいです。ただですね、これからまあ10月11月と秋が深まってまいりますと、芸術の秋ということで、今日はそんな秋にふさわしい大変素敵な方がゲストでございます。アーティストの森岡真希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、番組をご覧の皆さん、森岡さん大変今売れっ子でございまして、いろんなところから引っ張りだこなんですが、少しプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。はい。奈良県の生まれでございまして、なんとあの東京芸術大学打楽器専攻ということで、はい、なんでまた打楽器専攻行こうと思いましたかね。ブラスバンドをずっとやっていたので、そこでパーカッションを中学生高校生と頑張りまして、芸大に行きたいけど、はい、何、今どうぞ虫が飛んでましてね、今そう今 ね、なんでチョップが来るのかと思ってびっくりしました。申し訳ございません。そんなところでツッコミが来るのはちょっと関西人としては、そうですか、止まったらどうしようかなみたいなあの女性のね、驚きの、申し訳ございません、タイミングでツッコミが来ます。申し訳ございません、ボケてないのにな。いやすいません、いえいえ。あ、それでブラスバンドで、はい、でもあのいろんなパーカッションってあるでしょ。いっぱいあります。あの時代はどれやり、まあ古代高代高、はい、全部やります。あのあれもでしょ、こうトライアングルとか、トライアングルこんな風に叩かないですね。形がこうなんだけで、こうやるだけで何もこういう風に弾かない。すいません、こんなことやるでしょ。こんなこと、あ、やります、やります、やります。こういうのやりますね。でもあの元々僕ら小学校の時はあのブラスバンドの前に鼓笛隊っていうのがあるじゃないですか、まずね、はいはいはい、ああいう時ね、大体僕みたいなこうデブなやつが大太鼓とかやらされて、あのさ、小さい時から大きかったんですか。まあ、割とそうなんですね。で人気がなかったんですよ実はね、あんまりね、大太鼓やるやつって、そうですね、意外と大きい人が、大きい人がやるところが、中学で今度ブラスバンドとか高校でオーケストラ部とかね、行くとこれがまた大変なんですよね。あのパーカッションの担当の人は腰痛めたり、楽器がね重いですし、運搬が、ね、特に女の子かわいそうですね。はい、それでもう延長で、じゃあもう私はじゃあもうパーカッションで飯食うんだみたいな感じで、ね、その当時実は、はい、あの芸大に真剣に受験をするのに打楽器で行くか、声楽をやるか、はい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 、ハープで行くかって。ハープもやってたの。ハープもやってたんですよ。それ難しいでしょ、だって。で、まあ、ハープはないだろうってことで、ちょっと一時期迷ったんですが、打楽器の方がキャリアも長いし、本当に目指すんだったらこれかなっていうことで。大したもんですね。でもそれでなかなかプロになるってね、普通じゃなかなか難しいですよ。特にパーカッションの世界なんてね、割と地味な。そうですね、ところですからね。でも普通ならそれでクラシックの例えば、なんとか交響楽団かなんかに入ってね、はい、パーカッションのこう、ティンパニとかね、こうやったりするのが普通の道ですが、はい、違うんですよね、はい、なんでまたこんなプロとしてミュージシャンとして、まずそのオーケストラに、まあ、みんな一度は憧れると思うんですけど、はいはい、憧れますね。打楽でまだまだその女性がオーケストラに入るのは体力的にもやっぱりあのハンディがあるようで、はい、募集がまずすごく少ないのもあり、あと出番が少ない、ずっとだってね、50分とかの交響曲でずっと座って40分待って、今のさっきのこれをですね、はいはいはい、チーンってやって終わりっていうのもあるんですよ。本当にあるんですよ。本当ですか。だからその間、こんなこと言っていいのかな、いかにしてその間寝ないで待てるか、待つか。大変ですね。結構あれ大変なんですね実は。もう待ち仕事みたいな、ね、はい、っていうのがあったので、もっとこうクリエイティブなあのことがやりたいなと思って、で打楽器ってこう手をものすごい動かすんですけど、まあ、足もたまに使うんですけど、
一個空いてるところが口が空いてるんですよね。うん、確かに。じゃあ弾き語りだと思って歌ったんですか。まず喋ったんですね。詩を読んだりしたんですよ、はいはいはい、でそれが割と評判が良かったので曲を書いてみようかなと思っているうちにこうどんどん曲ができてきて、じゃあせっかくビブラフォンっていう、こう素敵な音色の楽器があるので誰もやってないことをやろうと思って、まあ、確かに日本全国探してもビブラフォン使ってシンガーソングライターって言いませんよね。はい、さすがいいとこ目つけましたね。はい、ねえ、でもそれを何趣味で始めたってことですか。初めは学祭とかでやったり、はい、お友達の前でやったり。そうですね、はい、セミプロみたいな感じです、ね、学生時代ですかそれ。はい、あ、もうそういうこと始められて、それでどうやってそのプロとしてこうね CD なんか出せるところに行くわけですか。ライブハウスに、なるほどなるほど、いろいろ自力で出演しているうちに、うん、まあ、プロデューサーの方とかご覧になるので、一緒に。でも1枚目は自力で作ったんですよね、確か。これ自主制作で、はい、自分でレベル立ち上げて。こちらですか。はい、仲間だと。なるほど、そうなんです。これがアルバム名がムーンメイクスミーネイキッドです。おお、なるほど。さあ訳してください。ダメだ、英語ダメなんですよ。簡単だよ、ね、簡単だよって言わないでください。ムーンメイクスミー、月が私を、そうです、ネイキッド。ネイキッドって何ですか。これ裸にするっていう意味です。月が私を裸にするっていう。やらしいっすね。やらしいですね。やらしいですよ、これ。そういう買ってください皆さん。そういうタイトルですか。本当にやらしいですよ、このアルバム。あ、本当ですか。なんかそういうちょっと入ってるんです。もうそれだけで買いたくなりますね。ね、どんな CD なんだ。本当に本当にこれ。あ、本当ですか。はい。これ一人だけで出てるんですか。ユニット組んで。そうですね、ピアニストとギタリストと仲間と作ってる。こっちはバンドサウンド化するんですけど、はい。これ何枚ぐらい初め作ったんですか。これはプレスがプレスプレス、それは恥ずかしいからちょっと、でも自主制作で。もうこの時まだアマチュアでしょ。セミプロぐらい。プロはプロなんですけど、いろんな仕事をしながら。はいはいはい、はい。そっか、大したもんですね。でもビブラフォンで歌うってね。はい、こんなことやりながらこう歌うんでしょう。めちゃくちゃ難しくないですか。難しいです。難しいっていうか痛いです、もう首の筋とか。あ、そう。だってこんなことやったりするでしょ、あれ、うん、しません。しますけど、なんかちょっと違う。違う、それも大きいか。なんか動きが違うんだけど。あ、ちょっと違う。じゃあこんなことやるでしょ。叩かない。こうやんの。違う、こうやるでしょ。やんないよ。いや、どうやんの、ビブラフォンってどうやるんですか。あ、4本持つのか、あれ、だからこうはなんないです。いや、こう早いとこ、こうやってやんないの。やんない、叩かないですか。4本叩いちゃダメなんです。もう叩いちゃダメなんです。ダメなの。打楽器のもう基本中の基本なんですけど、叩くとダメなんです。じゃあ撫でる、うん、なんていうかな、引き出すっていうか。あ、そうなんですか。音をこう持ち上げるっていうか。すいませんね、芸大での本当エリートの方にもビブラフォンのことも分からず。いや、これはね、師匠にすごい怒られて、叩くなんて、その楽器に対してなんてお前無礼な言葉を。でも打楽器って書きますからね。打楽器を、だから叩くなって言われたんです。そっか、打つと叩く違うんですもんね。そうなんです。そっかそっかそっか。
楽器に対して失礼すぎるって言われて、なるほどなるほど、はい、怒られまくったので、そこはもう耳が反応してしまうんですよ。楽だと思って申し訳ございません。ちょっとあの話が今日すっごい盛り上がってますですね、あの前半ちょっと今おっしゃったもんで、ここで一旦 CM にさせていただいてよろしいですか。すいません、一旦 CM でございます。